はい、皆さんこんにちは。ユニマトリックの池野です。ユニマトリックの本谷です。今日はもうね、大体ちょっと出落ちというか、本ちゃんがいるということは、日本庭園のお話の回なんですけども、本日は小堀遠州についてちょっとお話ししたいことがあります。待ってました。はい。小堀遠州ね、本ちゃんももちろんご存知だと思うんですけど、まあお庭に関わる、造園に関わる皆さん、もちろん小堀遠州の名前は聞いたことあると思うんですけども、実はどういう人で、なんであんなに庭園に関わったのかということを今日はちょっと解説とまではいかないですけど、まあお話をしようかなと思うんですけど、意外となんかそのお庭とかは見てきたけれども、なんか人となりとかなんかその辺ってなんか多分知らないなっていうのがあって、すごい楽しみです。じゃあ早速ですが、小堀遠州はですね、滋賀県の生まれでして、お父さん小堀正次さんっていう人がいるんですけども。小堀正次はもともと太宰長政、わかりますよね、本ちゃん。はい、わかります。大好きです。はい、大好き。姉川のね、戦いで織田信長にね、滅ぼされてしまった太宰家に使えてたんですけど、小堀家っていうのは。ただその姉川の戦いにこうちょっと使える家がなくなったので、その後豊臣秀長っていう豊臣秀吉の、実の弟さんなんですけども。豊臣秀長に仕えることになりまして、でその時に小堀遠州は秀長の保護将、保将っていって、まあお殿様のそのおそばでこまごまとした用事をこなす、大体そうですね、家臣のお子さんとかが小姓として使えることが多かったんですけども、10歳の時とかにはもう小姓として秀長の下で使えていたそうなんで、割と小さい時から秀長のそば使いとして。やってたんで、なんかね、その時秀長ってもちろん秀吉の弟ですから、そして秀吉の右腕として豊臣家中を切り盛りしてた人でもあるので、秀吉が訪問してきた時に一緒に来ていた千利休と対面したことがあるっていうようなことが記録として残っていたりして。割と小さい時からいろんな重鎮と会うような環境にあったということですね、小堀遠州が。そうですね、大御所に囲まれてますよね、今話聞いただけでも。そうなんですよ。だから、さらに恵まれてる環境なのが、さっき出てきた小堀正次っていうお父さんなんですけど、お父さん自体もお茶とかを手習いとしてやってらした方で、そのお父さんと一緒に奈良の茶人で文化人でもあった松屋久義さんっていう人がいるんですけども、その人のところにもう15歳の頃からお父さんと共にそういうお茶会に参加してたという記録もあって、そうなんですか。そうだから結構英才教育というか、子どもの頃からそういう文化的な教育を結構ちゃんと受けてる子どもだったっていうことがまず第一に大きいのかなと思います。そのやっぱ感性が磨かれてるというかね、教育熱心なパパの元でお茶の手ほどきをちゃんと受けてるし、さらにそういう松屋久義とかみたいなちゃんとした茶人の茶会にも15歳とかで参加してるというのはすごいことだなと思うんですけど、緊張とかしなかったのかな、そんな大御所さんたちに囲まれてねだからまあもちろんその粗相しちゃいけないでしょうし、その立ち居振る舞いとか、そういうやっぱマナーとか礼儀作法とかはやっぱすごい細かくつけられたんじゃないかなっていう、想像ですけど、でもまあ話聞くとそうですよねそう思いますよね、すごい礼儀作法を厳しくしつけられたんじゃないかなみたいなそうですね。知らなかったです。でさらにその小堀正次っていうお父さんは作事奉行とかも務めるような方で、作事ってその建築現場のことを取り仕切ったり監督する人のことを作事奉行って言うんですけど、現場監督さん、まあそうですね、現場監督的な感じですよねさらに小堀遠州は藤堂高虎の養女をお嫁さんにもらうんですけど、藤堂高虎といえば土木とか、城の築城の名手として加藤清正と並ぶぐらい有名なんですけど、父親は作事奉行で舅は築城とか土木にめちゃくちゃ強い。だからその2人からの影響で小堀遠州は建築とか作庭とかのその知識がどんどんその吸収していって、その2人からの薫陶を受けて今後の活躍につながっていくという、だからまあやっぱ根本的にめちゃくちゃ恵まれてるというか。そうですよね。だってなんかそのね、お茶会とかで芸術的センスも磨かれ、その技術的なところはお父さんだったり舅さんとかだったりにね、鍛えられ、めっちゃいいとこ取りですよね。うん、そうなんですよ。結構それだけの下地があるというか、そうなんです。その、しっかりと若い時からいろんな知識とかいろんな文化的経験とかを積んでるっていうことがまず大きなところかなと思うんですけども、こぶ練習、お父さんが亡くなったともちろんその小堀家を家督を継いで、藤堂高虎が推薦して御用税印御所の作地廟にお父さんが亡くなった小堀遠州自身が命じられて普請をしています、そこからすごい勢いでいろんな普請に関わっていくんですけども、まずはその御水の天皇の御所を作ったり、あと伏見城の本丸の書院を作ったり、大阪城の古和や門とか修繕の作事奉行をしたり、あと二条城ですね、二条城の広間とか二の丸庭園の作事を担当したり、あとまあそういうふうにやっぱどんどん作事をしていっていると、やっぱ評判というかそういうのもどんどん高まっていって、その当時、徳川家康のブレーンとして有名な南禅寺の金地院崇伝っていうすごい偉いお坊さんがいたんですけども、その金地院崇伝からも南禅寺のお庭を作ってほしいみたいな、結構そこから依頼、そうですそうです。なんでやっぱりすごい数の作事を担当してるんですけども、しかしですね、なんか小堀遠州の研究とかされてる方によると、もちろんその小堀遠州がさっきも言いましたけど文化的な活動とかいろんなその知識をお父さんと舅さんから学んで、自分も切磋琢磨して作事を任される人材になったのはもちろんそうなんですけども、小堀遠州はここまでの数の作事を担当したのは郡代という公務員的な職業を務めてたんですね。職業、そう、職業っていうかなんか役職、確かに小堀遠州が関わった作事ってさっきも天皇がお住まいになる院とか、あとお城とか、言ったら公の公儀のお仕事ばっかりなので、なのでここまでちゃんとした記録が残ってるっていうのも大きいんですね。公儀の仕事だからちゃんと誰々が担当した作事奉行を命ぜられたって言って、なので結構日本にあちこちにある伝小堀遠州の庭って、小堀遠州が作ったと言われているっていうお庭とかって結構全国のあちこちにあるんですけども、それは実は小堀遠州は関わってないんじゃないかっていうのが見られている説で、なぜかというと1年おきぐらいに駿府だったり江戸だったり大阪だったりで、あらゆるその公務の仕事がたくさん1年おきにある中で、地方のそのところまで行って小堀遠州が作事を指示するってことは、多分今だったらね、新幹線とかあるし飛行機とかあるから行けるかもしれないですけど、江戸時代に考えたらやっぱりその公務の仕事の合間を縫って他の地域の庭を作るっていうのはもうやっぱ現実的じゃないっていうことから、小堀遠州風というか遠州好みというか遠州さんが好きそうなお庭とか遠州っぽい庭っていうことで多分作られて、それが小堀遠州が作ったと言われているとか、もしか書物は残ってないのでわからないですけど絵図とかを小堀遠州が見ていいねとかってもしかしたら言ったのかもしれないけど、もちろんそれは残ってないのでわからないですが、言い伝えでしかないってことですよね。ちゃんとその伝言われている小堀遠州が作ったと言われているというのは、言い伝えレベルなので、さっきも言いましたけど小堀遠州のそのあまりの忙しさを考えるとちょっと現実的じゃないのかっていうのは、お庭見るときに覚えておくと面白いかもしれないですね。私思ってたんですよね。なんかその小堀遠州のお庭とかで調べるとめちゃくちゃ出てくるじゃないですか。なんか絶対みんなどこかしらで足を踏み入れてるだろうみたいなところとか結構あって、めちゃくちゃ忙しくないっていうのは私すごく思ってて、私の中で小堀遠州2人いる説でした。そうだから2人ぐらいいないとどっちって話なんですよね。絵図を送られて監督してたとかももしかしたら考えられなくもないですけどね、その飛脚が持ってきてチェックしてとか、でも多分、ありえないし、そうですね、その忙しさを考えるとちょっとなんか小堀遠州が作ったと言われているっていうお庭は言われているんだなというぐらいで、だからでもそれぐらい全国にそれぐらい小堀遠州が作ったと言われる庭があるぐらい、遠州濃い庭とか遠州好みの庭っていうのがやっぱそれだけブームというか、みんなが憧れたものだったんだっていうのもそれで知ることができるので、それはそれで面白いかなと思いますね。私高台寺も小堀遠州が作ったと言われているっていう風になってるので行ったことあるんですけど、なんか先ほどのお話だと、ね、ちっちゃい時からやっぱり豊臣家とかと面識があったっていうのを聞くと、なんかそこはぜひとも作っておいてほしい、言われているではなくねね様のために作っていたであろうと信じて私はまた行きます。まあ信じるのは個人の自由なんで。はい。そうです。そうそうそう、だからまあ別にね学術的なことだけで庭見るっていうのも変なので、本ちゃんみたいに私はここはそういう目線で見たいからそう思いたいで見るのももちろんそれは歴史ロマンとして楽しみ方の一つなので、それはそれでもちろんありです。はい。でですね、最後に小堀遠州のお茶ってキャッチフレーズがついてるんですけど、ご存知ですか？お茶っていうかお茶の湯。千の利休はわびさびじゃないですか。で古田オリバーは表現って言ってそのふざけたというか、はい、はい、面白いみたいなキャッチフレーズで言われてて、それと同じように小堀遠州も「何々の茶」みたいなキャッチコピーがついてるんですけど、聞いたらわーってなるいつものやつなんですけど、きれいさびって言われてます。あ、きれいさび、うん、きれいさび。まあ、千の利休はもう茶室もめちゃくちゃ狭く、路地っていう茶室につながるちっちゃいお庭ももうかなり狭く、言ったらこう精神世界に入り込むためにどんどん暗く狭く縮小していって、で相手と自分との対峙っていうのが中的っていう価値観にして、で古田オリバーはもうちょっと武家茶というか二次入り口をやめて普通に基人口として大きな入り口を作ったり、もうちょっと広く1対1だけじゃなくてもうちょっと何人かで入れるスペースにしたりとかっていう改良を古田オリバーは加えまして、古田オリバーのお茶碗多分皆さん見たことあると思うんですけど、こうぐにゃっと曲がった、わざとこれあれぐにゃっと曲げて、その歪みを面白さ、偶発的な歪みを面白さとして、まあ、その茶碗とかに落とし込んだ世界観の人がまあ表現だから面白いねってユーモラスというかっていう意味で表現って言われてたり、千の利休は逆に真っ黒の器とかを使うことで有名だったんですけど、小堀遠州はきれいさびっていうのは器とかも真っ白の白いものをよく使われてた。茶室も古田オリバーが広くしたのをさらに広くして、で窓とかも8層の窓とかいう茶室が有名なんですけど、窓が8個あるんです。すごい明るくて、でもカビじゃない明るさ、洗練された明るさっていうことからきれいさびっていうキャッチフレーズがついてて、確かに好まれて使われたお茶碗とか、遠州自身が作ったお茶碗とかさっきの8層の茶室とか見るときれい、すっきり軽くきれいで開放的な空間でありながら、まあ、ちゃんとさびも感じるというか、こうただただ華やかなだけじゃないというか、そういう感じなので、ぜひなんかこの違いが向かって茶道具店見に行ったり茶室行った時に見てみるとちょっと面白さが増すというか、茶室ってちょっと難しいじゃないですか、よくわかんないみたいな、そこあると思うんですけど茶に関しては全然わかんなかったんですけど、ちょっと今日入り口が開けそうな気がしました。なんか本当にで路地とかも千の利休とかの時代の路地とか利休好みの庭の路地とかすごいちっちゃいんですけど、遠州の路地とかってもうこれはほぼ庭だよねぐらいのスペースがあったりするので、結構差があって面白いし、まあお茶はやっぱ私もまだ全然わかんない、難しいなと思うんですけど、まあ、入り口としては確かにちょっと茶道具ね、ポンちゃんとか特に歴史というか武将さんとかも好きなので、ぜひぜひまた機会があればご覧ください。はい、はい、そんな感じで、はい、今日は小堀遠州の話をざっくりとしました。人となりが分かったので、ちょっとまたお庭見るなんかその意欲がちょっと今高まってきました。ありがとうございます。ね、もうそろそろね、暖かくなっていい季節になるので、皆さんもぜひお庭巡りをしてみてください。それでは、クリエイティブトピックス、今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。